はい、こんにちは。口わかめと申します。それではモテる男になるために、乙女ゲームから女心を学ぶというわけで、マイネリベ続きをやっていきたいと思います。前回ね、念願のクリスマスパーティー、参加することができまして、まあ、すげえ楽しかったんだろうなっていう、羨ましい限りですね。で、まさかのね、みんなが、ルイ狙いで、マリンがね、なんかオルフェのところに行ったんで、神谷くんとここの間ぶつかっても来なかったし、さすがに諦めてくれた可能性もあるのかなと。で、依然として、もうちょっと神谷くんは多分これからも僕っていうかワカメのことをデートに誘ってくれる可能性があるんで、もうちょっと女子どもをね、爆弾つかないようにやっていこうと思います。はい、どなたにおつなぎいたしましょう。うん。とりあえず、この間爆発したのがマリーンだから、一回オーガスタ行こう。出てはくれる。オーガスタよ。はい。どういう風の吹きます。まだこの言い方なんだよな。てか、まあそうか、爆発したんだもんね。で、明日、この間湖って、あ、湖もうないんだ。え？オーガスタでしょ？とりあえず分かんなくなっちゃったから、ショッピングでも行かない？ショッピング街に遊びに行かない？そうね。どう？悪いけど。うわ、ダメだな、オーガスタ。ガード硬くない？そう、じゃあまた今度ね。もう何を使えないやつめ。やばい。とりあえず、もうアイザックは、手紙嫌いって言ってたんで、苦手って言われちゃったから、今回もう、とりあえず、こんな俺をまだ好いてくれてる神谷くんを裏切るわけにはいかないんで。はい、交換所です。どなたにおつなぎいたしましょう。もう一回、オーガスタ行くか。ちょっと。泣かぬなら、なんとやらですよ、もう。オーガスタよ。どういう風の吹き。うるせえ。明日こそ買い物行くぞ。ショッピング街行くぞ。そうね。悪いけど。ダメなの？マジで？え？また今度。え？何を使えないやつめってまたさ、爆弾がさ、どうしよう。神谷くんも来てくんなくなっちゃってるし。はい、交換所です。もうこの間みんなやったしな。マーリン、でもオーガスタだよな、やっぱ。ちょっと今回、とにかく押す。オーガスタよ。知ってる？どういう風の吹きましかしら。全部言わせねえ、もう。買い物がお気に召さないのかもしれないんで、公園行くか、じゃあ。12月のこの年の瀬にね、公園に遊びに行かない？そうね。どうだ？悪いけど。ダメなの？時間を作る気はないわ。え？マジで？いやいや、ちょっとね、もう使えないやつがそういう問題じゃないぜ、これ。どうしよう。もうこうなったら、みんな爆発した時のこと考えて、神谷くん、とにかく、誘う？どうする、どうする。はい、交換所です。どなたにおつなぎいたしましょう。とりあえず、一回じゃあマリーンに変えるか。でも、オーガスタがこんで爆発したら、何の意味もないんだよな。はい、マリーンです。あ、なんか違うな。声のトーンが。今忙しいんだけど。おい、チャンをつけろ、チャンを。何、あだ名で呼び捨てしてんの、こいつ。で、来年、年明けて、ショッピング行こう。ね、初売り行こうぜ。その日は、あ、空いてる。行こう行こう。行こう行こう、じゃあ、福袋買おうぜ。なんとか、マリーンはなんとかなったな。ん？早く街に行かなくちゃ。どうした？あ！またあれか、ハッピーニューイヤーみたいな。わー、街はお祭りムードでいっぱいね。キャー。ね、こんな風になんかさ、みんなとこう仲良くやってる感じだけど、みんな爆弾ついてるでしょ、これ。マジ怖えわ。街はもう大騒ぎ。噴水から流れる今年できたワインを飲みながら花火を見るのが風習。もう大ガスだね。できればあんまり目合わせたくないもん、今。
あんなに断られて。しかしクーヘン王国でもお酒は二十歳を過ぎてから、私たちはグレープジュースで乾杯。今年も恋のおまじないやりましょうよ。お前ルイだもんな。やる。お前もう帰っていいと思うぜ。今日私も頑張っちゃうもん。頑張るな。そうね、迷信に騙されてみるのも面白いものよね。年甲斐もないの。やりましょう。よし。わあ、始まったよ。早速お願いしよう。なんでさ、その言う時までさ下を見る。誰との恋のおまじないをしますか。え、何これ。でもさ2年目で変えることも可能なの。え、ちょ待って待って、あ、アイザックいる。いやでもいやダメだ。あ、神谷くん、おら、もう確定だ。神谷様との恋が叶いますように。お、花火が上がったってことは、なんかもうその願い叶えて神税王みたいな感じですかね。ちょっと何言ってるかわからない。誰との恋のお願いをしたの。あ、もう俺分かっちゃってるからさ。君ルイでしょ。内緒。でもここでもう降臨しちゃっていいと思うよ。このあのマリーンがいるから。内なる思いって素敵よ。あの開幕見当つかないのがオーガスタなんだけど、オーガスタさ誰狙いなのかな。あのメンズはオルフェ意外と。私、誰のも聞く気がないわ。俺も別に君の聞く気ないんで。こんなことを話しつつ、まだまだ終わらない夜を過ごすのでした。でもさ、これもしかしたら俺だけに爆弾ついてるって割りじゃないかもしんないよね。オーガスタもしかしたらみんなに対しても爆弾ついてるかもしんないし、そういうことだよね。なんかもう目に映るもの全てが敵に見えてきたよ。なので、とりあえず1月1日になったんで、情報を見ましょう。あ、スケートリンクとカルメンって前もあったよな。で、映画が爆笑上映中。これ2月からですね、隣のファミリーと。で、今からでも遅くない、あなたもカーニバルを楽しもう。なるほど。で、今日は何をするなんで、とりあえず、一回オーガスタを。はい、交換所です。ちょっとね、もう一回リベンジしてみましょうか。出ろ。オーガスタよ。どういう風の吹き回しかし。うるせえ。とりあえず明日。明日じゃないな。1月3日か。君はでもスケートがいいんじゃないかな、初売りよりも。スケート場に遊びに行かない？風になろうぜ。お！よろしく。よし！これで解除いけるかな？わあ、じゃあ楽しみにしてるね。よーし、頑張れよ。さてで、今日はマリンと初売り。何かいいものがね、買えるといいんですけれども。で、マリンってデートしたっけ一回。あれ？この服になってからした？帰るみたいかな。やべえ。待ってよ待ってよ、カーニバル行ったよね。でもね、あれってでも11月ってもうこの服。とりあえず行くか。もうナムさん帰られちゃうかな。まだ来てない。もうあわよくば来なくていいんだけどな。来たよ。わかったわかった。うん、気にしないで。お前もだから気にしないで。あ、よかった。いいだろう、これアクシーズサムだぜ。何のお店が好き？え、怪しげな占い本やセレクトショップ。周りに意外と一番上かな。オカルト好きそうだもんなこいつ。うん。一生友達でいようね。ね、一生友達以上にはなれないってことですもんね、この言い方ね。なりたくねえけど。夢の中って感じ。待って、俺じゃあ先行くわ。それじゃあ帰ろう。帰るんかい。途中まで一緒に帰ろう。はい。で、今日は、オーガスタとスケートですね。で、オーガスタ、あれ？よし、これでいいはずなんで、マリンが大丈夫だったってことはこれ大丈夫だな。まだ来てないみたいだな。ちょっとオーガスタに関しては来てくれないと困るわ。遅れてしまって悪かったわね。
いいえ、俺も今来たところです。気にしないで。なかなか感じのいい服ね。あなたに似合ってるわ。ありがとう。オーガストも似合ってるよ、その首は。さあ、私と競争するわよ。なんだと。これあのね、豚もおだてりは木に登るんじゃないけど、もうあなたにはね、かなうわけないっすよっつって持ち上げた方がいいんじゃないかな。めんどくさいはないし、勝負は3セットってなんか乗り気っぽいけど、オーガスタをね、よいしょした方がいいんだと思う。かなうわけないっすよ。あなたもそう思うって何？お前もそう思ってんの？失礼すぎねえか、それはさすがに。いや、なんかさ、その例えはさ、それはダメだって。なんか子供がやったことですからって言うのとさ、同じだよね。その子供がしでかして、謝られた方がさ、いやいや子供がしたことですからって言うのは分かるんだけど、親がさ、わ、子供がしたことですからって言うのと同じだと思うよ、それ。あなたもそう思うって。どんな誤解してんねん。楽しめたわね。そうかい、何よりだよ。帰りましょう。帰りましょう。失礼するわ。お、その場でね、現地解散ですね。よし、じゃあ今度ちょっとみんな行くか。はい、交換所です。よし、じゃあみんなをお願いします。まあ出てはくれるでしょう、はい、ベルヘルミーネです。ああ、でもやっぱりまだダメなんだな。とりあえずね、用はあるんで。みんなカーニバルどうかな。人混み嫌いか。でもこの間カフェ行ってるし、たまには。いや、みんなスケートよりはカーニバルだよね。カーニバルに遊びに行かない？その日なら大丈夫そうよ。マジでか。わあ、じゃあ楽しみにしてるね。やっぱこの3人の中だとみんなが一番いいな。で、前回みんなを傷つけてしまったんで、選択肢には気をつけなければならないと。で、この間カフェ行った時に多分これ着てる。え、やべえ。みんなってエレガントか、あとは。カジュアル。エレガントの方がいいか。トラディショナル使っちゃったかな。エレガントで行ってみっか。まだ来てないみたいだな。ここで帰られちゃうってことない？大丈夫？ちょっと遅れちゃったかしら。ごめんなさい。大丈夫。うん、気にしないで。行きましょう。あ、よかった。じゃあとっとと行こう。私も参加すればよかったかしら。え、そういうタイプには見えないけれども、綺麗な衣装が着られる。いや、動物のぬいぐるみでも着るの？みんなから主役、もう下しかないわな。もうあなたが主役ですよ、ヒロインです。あなたもそう思う？私、お前もそう自分で思ってんのか。なんかすごいな、この子ら。本当にとても楽しかったわ。で、やっぱりあの右の子がなんかこっち見てんのがすげえ怖いわ。帰りましょう。帰りましょう。じゃあじゃあまたね。みんなも現地解散か。まだマリンの方がいいのか。一緒に帰ってくれるってことは。で、とりあえず、さすがに一回、神谷くん行きましょう。休み中ね、一回もあいつ声かけてこなかったぞってなっちゃうと。はい、交換所です。神谷くんをお願いします。出てくれ。はい、神谷です。あ、君か。ああ、でも神谷くんまだこのセリフでちゃんと言ってくれるな。夢じゃない、夢じゃないよ。神谷くんスケートはやんないよね。どうしよう。散々図書館神谷くん誘ってきたけど、俺から図書館誘って大丈夫かな。ちょっと行こう。図書館で論文の制作のための資料を揃えたいのですが、効率のいい探し方を教えていただけませんか。まあまだね、教えていただけませんかって言ってるし、うん、よかった。もうほんと神谷くんだけだわ、もう心の支え。はい、よろしいんですか。ありがとうございます。とっても嬉しいです。よかったな、ワカメ。もう作戦とかじゃないよ。で、今日が神谷くんとのおデートですね。で、前回多分神谷くんこれ着てってるから、カジュアルでいいんじゃないかな今回。あ、迎えにも来てくれてんな。え、なんかすんごいさ、なんかもう SS レアみたいになってんだけど、どうしたこれ。びっくりで、もう星5とかそういうレベルだよねこれね。うん、
神々しいね、語弧がね。めっちゃ気になるわ、これ。行きましょう、行くの。でも隣ずっとこんな光ってんでしょ。図書館でも光ってんな。本の波動すごいね。俺神湯くんの波動を感じてるよ。何で伝わって、本の波動。え、自伝記植物図鑑ですか。植物図鑑じゃないの。昆虫図鑑なわけないから。いや、本の波動を今度感じ始めた。やっぱりすごいね。なんかもうね、何でもありになってるよ。すげえわ。よかった、花をかり放ってなくて。どうもありがとう。いや、なんか俺もすげえ楽しかったわ、今回。びっくりしたよ。じゃあ帰ろう。帰りましょう。気になるな、これからずっとこんな感じなのかと思うと。いつものところまで送ってあげるよ。めっちゃ目立ちそうだな。え、この前と同じ場所で神様は飽きてた。え、神湯くんから誘われてもダメなのこれ。今度から気をつけなくっちゃ。マジで、あんな先乱れてたのに。ああ、ダメなんだ、神湯くんからでも。なるほど、勉強になったな。てなわけで、順番的にはマリンとかかなと思うんだけど、さすがに他の野郎どもどう、一回やった方がいい、やんないでいい、もう女子どもでいい。ってわけで、じゃあついこの間みんな行ったんで、とりあえずマリン、オーガスタ、みんなの順で。ほら、ではする、ではする。あ、アニスニャンになったな。とりあえず、あ、待って、なんか誕生日あるぜ、これ。あ、おじくんの誕生日控えてんのか。今年もテディベアにしよう。どうしようかな。この間、初売りに行ったんで、今回、マリンまたカーニバルがいいかな。またかって思われそうだけど、立て続けじゃなきゃ、カーニバルに遊びに行かない？その日は。どうなんだ。よし、行こう。よし、楽しみだぜ。よし、忘れないようにしなくちゃ。で、今日がもうマリーンですね。はにゃはにゃ、待てよ。でも、こないだマリーン、俺フェミニンで言ってるから、え、マリーンでしょ？もうやつはこれ一択だから、俺の中で。え？でも、カミルくんが、や、カジュアルってことは、あいつもカジュアルでいいのか。とりあえずマリーンだから、ボーイッシュは絶対ないと思うんですよ。トラディショナル、このパターン今までないもんな。エレガント。はにゃはにゃ、このどっちかだな。もうどっちだ、どっちだ。とりあえず、神谷くんと同じカジュアルにしてみよう。とりあえず、好感度はそんな低くないみたいなんで、最悪変えられちゃってもいい。わかったわかった。気にしないで。どうだ？お、よかった。まあ、これは同意しといた方がいいんでしょうね。一緒に踊りたくなっちゃう。うるさいだけじゃ。これはないな。可愛い衣装着たいねえだな、マリンはな。やっぱよし。さすが親友よね。一生友達でいようね。ね、同じ男を好きになってなければ多分いい友達でいられたんだろうな。楽しかったね。やっぱりアニスちゃんがいると面白いね。そうかい？ありがとう。それじゃあ帰ろう。うん、帰りましょう。うん、まだね、でも途中までレベルなんだよな。はい、てなわけでですね、とりあえずマリンとの、まあ、ご機嫌取りが終わったところで、お時間いい時間になったので、今回この辺にしたいと思います。で、来週ですね、超楽しみな、なおじくんの誕生日会になると思うので、また今年もね、テディベアあれば、さらに特大のテディベアを作ってプレゼントしたいと思います。はい、それではここまでご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。